こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。突然だが日本にはどれほどの数の湖があると思う？全国の都道府県には必ず数箇所有名な湖があるよね。47都道府県 ×10 個ずつとして470個ぐらいはあるかな？その数はなんと1万2000個を超えていると言われているぜ。全然桁が違った以外にたくさんあるんだね。しかし、湖の見えるところは上層のほんの数メートルだけであり、その中には私たちが知ることのない世界が、広がっているんだぜ。え？そう言われてみると見えない湖の底の方はどんな世界が広がっているんだろう。そこが見えないので、恐ろしい生物が潜んでいるのではないかと不安になる人もいるだろうな。そこで、今回はそのような湖の中の世界を知っていくために、湖沼に潜む生物を12種類紹介していくぜ。この動画を見たら少しは不安が解消されるかも。それではゆっくりしていってね。それでは早速身近な湖沼に潜む生物について説明していくぜ。まずは、水面近くに潜む生物だぜ。湖と沼で湖沼なんて読むんだね。まずそこから初めて知ったよ。水面で生息しているので実際目にする機会も多い生物だぜ。まず、紹介していくのはオオマリコケムシだぜ。オオマリコ、ケムシ？これがケムシに見えるか？着るところが違うぜ。オオマリ、コケムシだな。日本国内では山口県にある川口湖や宮崎県の鎌房湖、茨城県の霞ヶ浦など多くの湖沼で見られるぜ。ものすごく大きくてブヨブヨしてそうなんだけど、生物なの？そのブヨブヨした感触からクラゲコケムシとも呼ばれるぜ。もともとはアメリカ合衆国のペンシルベニア州で発見された生物なのだが、1972年に川口湖で発見されて以来日本国内でもその分布を広げているぜ。外来種ということだね。オオマリコケムシは大きさ20センチから50センチの半透明色をしたゼリー状の物体だぜ。きな粉と黒蜜かけたら美味しいかな？わらび餅じゃない。このオオマリコケムシのゼリー状の塊は、実はたくさんのオオマリコケムシが集まったものなんだ。一匹あたりはどれくらいの大きさなの？オオマリコケムシここの体長は 1.5 センチほどの小さな生物だぜ。太めのストローなら入るかな？タピオカじゃない。しかも群体として生息するから一匹では吸えないだろうな。このオオマリコケムシの集合は主に夏から秋にかけて見られ、気温が低くなると消えていくそうだぜ。寒さに弱いんだね。特に被害が報告されているわけではないが、この大きな塊が排水口などに詰まってしまうのは困りものだろうな。流行りの進化系スライムとして売ったら？見た目が非常に不気味な生物だが、意外と癖になる感触かもしれないな。鳥のくちばしなどにくっついてその生息地を広げているそうだから、運が良ければ近所の池にいるかもしれないぜ。次に紹介するのはアメンボだぜ。アメンボは水面に浮いて生活している昆虫の一種だよね。見たことある。水面の上を滑るように移動できるアメンボは意外とよく見られる生物だな。体長は3ミリから3センチほどで、細くて長い中足と後ろ足が特徴的だぜ。水蜘蛛とも言うよね。蜘蛛の仲間なのかな？実はこのアメンボは、蜘蛛ではなくカメムシの仲間に分類される。カメムシ？全然想像つかないね。そのため、アメンボもカメムシと同様に独特な匂いを発するぜ。どんな匂い？アメンボの名前もこの匂いから来ており、雨のような匂いがアメンボの由来となっているそうだぜ。雨が由来だと思ってたよ。水辺の上にいると雨粒が落ちたように見えるからかと思ってた。ものすごく意外な由来でびっくり。まさかの雨？実際に嗅いだ人の話だと醤油系の甘辛い匂いだそうだ。そんなアメンボだが、なぜ糸も簡単に水面上を移動することができるのか不思議に思うよな。忍者みたいだよね。先ほど霊夢が言ったアメンボの別名水蜘蛛は忍者の道具の名前ともなっている。現代になって、忍者を夢見た人々が水蜘蛛を使って水の上を移動できるか実験してくれているが、ことごとく失敗しているらしいぜ。実験してくれた人たちがいたんだね。そして失敗してるのか。残念。本物の水蜘蛛たちはなんで歩けるのかな？奇跡か何か？その秘密はアメンボの足に隠されているぜ。アメンボの足には水を弾きやすい細かい毛がたくさん生えている。この毛のおかげなどがあって、アメンボは水面で生活することができているぜ。へぇ？忍者の道具の水蜘蛛の裏にも毛を張ったら成功するかな？健闘を祈るぜ。また、これもあまり想像つかないかもしれないが、アメンボは幼虫の頃から肉食性だ。肉食？お肉食べるの？別に動物の肉を食べるだけが肉食ではない。昆虫やプランクトンなど、動く生物を食べることも肉食を指す。アメンボは？水面に落ちた昆虫などを食べるぜ。食べ方がまた独特だな。口を突き刺し、注入した消化液で液状になった昆虫の中身を吸い取るぜ。なんか怖い。ゼリー飲料みたいにして食べるんだね。ちなみに、アメンボは昆虫が水面に落ちた際に生じる小さな波を感知することで、昆虫の居場所を掴んでいるぜ。
振動に敏感なんだね。アメンボがいる湖沼では、水面を軽く叩くとアメンボが寄ってくるそうだ。捕まえて匂いを嗅いでみたいな。どんな匂いだったか感想を聞かせてくれ。そんなアメンボだが、石鹸などの海面活性剤が含まれた水面では浮くことが難しくなるそうだ。え、まさかアメンボが溺れちゃうの？こうした人間の生活排水の影響でその数を減らしていってしまっているそうだ。そっか。昔から親しまれてきた生き物だし、生態系を守ってあげないとね。次は湖沼の水中部分に潜んでいる生物について紹介していくぜ。水中にもいろんな生物がいそうだね。湖沼は海と違って波がなく酸素が水深深くまで運ばれない。なので、海とは違った生物が生息しているぜ。まず、紹介していくのは鯉だぜ。鯉は体長60センチほどの魚で、大きな個体では1メートルも大きく超えるぜ。1メートル超えもいるの？確かに時々主かなと思うような大きな鯉がいるよね。上顎と口角に1対ずつ生えているヒゲが特徴的で、これで触覚や味覚を感知しているぜ。鯉のぼりにも書かれているよね。鯉は基本的に深いところで生活しているが、水深20センチの用水路でも泳ぐことができたり、水底まで潜ったりと様々な環境で生きていくことができるぜ。たった水深20センチの用水路？そんなところになんでいるの？迷子？ある自治体では、用水路で鯉が飼われているそうだぜ。それだけ水がきれいなんだね。そんな水深の浅い場所でも生息できる鯉は水草や貝類、パン、カエルなど、口に入るものなら何でも食べるそうだぜ。え？雑食なの？このように鯉は多様な環境に適応して生きていくことができる強い生物だぜ。そんな何でも食べる鯉だが、実は鯉の口には歯がない。歯がないのにどうやって貝を食べるの？ないわけじゃないぜ。鯉の歯は喉についている。喉に歯が生えているの？喉にある歯を咽頭歯というぜ。この歯を使って硬い貝類なども砕き割ることができる。喉で噛むって想像できない。さらに、鯉には胃もない。そのため、鯉は食いだめができず、四六時中餌を漁らないといけない。だから公園の池とかにいる鯉って、人が近づくとパクパク必死に餌をねだりに来るのか。ちなみに、鯉は大昔に日本に輸入された日本の在来生物だが、雑食性であるため湖沼の生態系を壊してしまうとも言われているぜ。日本庭園の池とかにいると、華やかで可憐なイメージなんだけどね。なんだかおねだりが激しくて、何でも食べる、たくましいイメージに変わったかな。続いて紹介していくのは、大口バスだぜ。ブラックバスという呼び方が有名だな。ブラックバスなら聞くね。大きな湖でバス釣りしている人たちがいるよね。全長30から50センチほどで鋭い歯が特徴の魚だぜ。日本国内で発見された大口バスの中には70センチを超える長大物もいるそうだぜ。この大口バスもオオマリコケムシと同様に外来生物の一種だぜ。大口バスはもともとアメリカ合衆国のミシシッピ川などに生息していた。それが日本にやってきたんだね。食用としての繁殖を目的として1925年に芦ノ湖に放流されてから、日本各地の湖沼で見られるようになったぜ。え、食用だったの？もともと政府許可のもと、食用として輸入された大口バスだが、いつしかルアーフィッシングの獲物として日本中の湖沼に放流されていった。そして、今ではその繁殖しすぎた大口バスがアユやマスなどの日本固有の生物を捕食し、生態系を崩してしまうと問題になっているぜ。と、言われても勝手に連れてこられた大口バスからしたら、別に悪いことしているつもりないから迷惑な話だけどね。大口バスは、国の政策の一環で放流され、害魚とされてしまった例だが、皆さんはペットなどの外来生物を自然に放すと同様の事態になりかねないので、十分注意してくれ。次は金魚だ。え？金魚って湖沼に住んでたっけ？お祭りの金魚すくいなどでも売られている金魚は、日本にも馴染み深い生物だな。お祭りで売られているものは小さいが、通常の金魚は30センチほどにまで成長するぜ。30センチ？金魚ってそんなに大きくなるの？金魚には様々な色や模様があり、日本産の品種だけで33種類もいるそうだぜ。たくさんの種類がいるんだね。金魚の世界も奥深いんだね。白色をしているは金や真っ赤な赤色の有金、白色と黒色のまだら模様をしており、目が飛び出ているデメ金など様々な種類が存在するな。よく見かけるタイプだね。また、あまり注目されていないが一本親クジャクオなど金魚の尻尾にも様々な種類があり、金魚が何世紀も観賞用として飼われている理由もわかるぜ。これだけ個性豊かだと愛着も湧くよね。そんな金魚だが、実は中国の船の突然変異から人為的に作り上げられた観賞魚なんだ。元は船なの？中国では5、6世紀頃から金魚が飼育されていたと言われているぜ。それが、日本に入ってきたわけだが、当初は裕福階級の贅沢な楽しみだった。それが、江戸時代には大ブームとなり庶民でも手に入るようになっていったぜ。
今では金魚すくいは夏祭りの風物詩だよね。そのせいもあり、各地の湖沼に放流され、今や野生化しているぜ。野生の金魚？この野生化した金魚だが、湖沼の生態系を崩す生物として問題となっているんだ。あらら、金魚も？まず、野生化した金魚は50センチをも超える巨大な魚に成長してしまうぜ。そして、金魚は繁殖力と成長スピードがとても高いので、みるみるうちに湖沼が金魚で溢れ返ってしまう。50センチもあったら金魚すくい用のポイではすくえないしねー。そこで金魚すくいをしようとするな。そして、金魚は水底をかき乱すことで水中に栄養素を散乱させ、藻類の異常繁殖を引き起こすんだ。藻が異常繁殖するとどうなるの？この異常繁殖は湖沼を生物が住みづらい場所に変えてしまい、結果的に金魚が湖沼の生態系を崩してしまうというわけだ。お家で観賞用に飼うには可愛い金魚でも、野生化してしまうと、生態系を壊してしまう危険な生物となってしまうんだね。というわけで、外来種生物はもちろんだが、金魚も川や湖沼に放流しないように気をつけてくれ。ブルーギルという魚は知っているか？あれ？ブルーギルも外来種でその繁殖が問題になっているんじゃなかったかな？そうなんだ。体長は20センチ前後で、体側にある横縞が目立つ魚だぜ。魚のエラのことを英語ではギルと呼び、青色のエラが特徴なのでブルーギルと名付けられたそうだぜ。あれ？単にギルとも呼んでなかったっけ？エラって呼んでたの？そうだな。英語圏の人からしたら不思議な呼び方かもな。ブルーギルも北アメリカ大陸を中心に生息しており、日本に持ち込まれた外来生物の一種だぜ。コイや金魚みたいに巨大化するわけじゃなさそうだし、何が問題なの？確かにそれほど大きくはないが、鋭い歯と強い顎が特徴の肉食生物で、様々な小動物を捕食するんだ。それは危険だね。時には、親魚のいない時を狙ってオオクチバスの巣を襲って幼魚や卵を捕食することもあるそうだ。オオクチバスを駆除してくれるなら良いんじゃないの？しかし、もう一つの特徴がある。それが繁殖力の強さだ。ブルーギルは何でも食べることができることに加えて汚染などにも強く繁殖スピードが速いぜ。そのため、ブルーギルは放たれた日本国内のほとんどの湖沼で繁殖をすることができるんだ。小ぶりだけど一度繁殖すると厄介そうだね。肉食のブルーギルが日本の湖沼で繁殖したことは、日本の在来生物の命を脅かすことになるぜ。実際に、生息していた魚類のほとんどがブルーギルに置き換わってしまった湖沼も存在しているそうだ。もう、生態系が壊れてしまうような種を、湖や池に放ってはいけないよって、これ何回目かな。湖沼の水中から、最後に紹介するのはゲンゴロウだぜ。ゲンゴロウは逆に絶滅危惧種だよね。そうなんだ。なので、生態をよく知って、湖沼の保全に興味を持ってもらいたい。そうだね。ゲンゴロウは黒色で卵型をしている体長3から4センチほどの水生昆虫だぜ。ちなみに、幼虫は体長6から7センチである。どういうこと？子供の方が大人より大きいなんて？ゲンゴロウは、体の線にほとんど段差のない滑らかな卵型をしているぜ。これは、水中での水の抵抗を減らすためであり、この体型のおかげでゲンゴロウは水生昆虫の中でも、トップクラスのスピードで泳ぎ回ることができるぜ。確かにこの優先形はかっこいいよね。そんなゲンゴロウだが、実はたくさんの異名を持っている生物でもあるぜ。サンダーバード2号とか？渋いところを攻めたな。知らない人は調べてみてくれ。ゲンゴロウは有質やトークロウ、ガメ、ワッパ虫などと様々な呼ばれ方をしているぜ。有質？かっこよさそうな名前だね。質は白身の意味だな。白？強いんだか弱いんだかわかりにくいね。有質は中国語のゲンゴロウを指す言葉で、日本では有白身と書いてゲンゴロウと読ませる場合もあるぜ。ゲンゴロウとも書くな。ゲンゴロウさんが一番しっくりくるね。また、ゲンゴロウの幼虫は孫太郎虫やキイキムシとも呼ばれているそうだぜ。それに加えて、幼虫は凶暴な性格のため、英語ではウォータータイガーや、ウォーターデビルと呼ばれているぜ。英語で言われたら一体何の幼虫だかわからないね。いやいや、ゲンゴロウ以外どれもわからないか。このゲンゴロウはかつて日本では食用にされるほどたくさん生息していたそうだぜ。いや食用？薬としても使われていたそうだ。しかし、外来生物の侵入や乱獲によってその数をみるみるうちに減らしていってしまい、今では絶滅危惧種にまで指定されているぜ。乱獲するほど食べられてたの？怖い。ということだから、ゲンゴロウは私たちの手で絶滅に追いやってしまわないように、保護していかなければならないな。さて、最後に、湖沼の底に潜んでいる生物を紹介していくぜ。一番底に住む生物だね。簡単に見ることができない世界だけど、湖沼の底にも様々な生物が潜んでいそうだね。まず、紹介するのは土壌だぜ。土壌が出てきてこんにちは。土壌は全長10から15センチほどの細長い円筒形をしている魚だぜ。随分小さいんだね。
うなぎみたいなのかと思ってた。土壌の名前は知っていても、あまり見ないので、意外に生態を知らない人もいると思う。土壌は10本もヒゲがあるのが特徴的だな。ヒゲ生えすぎ。上顎に3体、下顎に2対のヒゲが生えているぜ。ちなみに、全く見た目は似ていないが、土壌は鯉の仲間なんだ。全然似てない。そんな土壌は湖沼の底に潜む代表生物であるな。湖沼の底に住み着いており、時には水底の泥や砂の中にまで潜っているぜ。恥ずかしがり屋さんなの？土壌は身の危険を感じた際には泥や砂の中に身を隠し、水温の下がる寒い冬には泥の深くにまで潜り込んで冬を越しているぜ。そして寒がり屋さん。しかし、土壌が水面付近にまで上がってくる時もある。それは呼吸のためだぜ。え？呼吸が必要なの？魚類である土壌は基本的には水中でイラ呼吸をすることで体内に酸素を取り入れているぜ。だが、水中の酸素が不足している時には水面から顔を出し腸呼吸によって酸素を取り入れているぜ。腸で呼吸ってどうやって？腸呼吸とは口から空気を吸って肛門から吐き出すという特殊な呼吸方法だぜ。それっておなら？酸素の少ない水底で生活している土壌にとっては欠くことのできない呼吸方法だぜ。さらに、この腸呼吸はただ酸素を取り込むだけではなく腸内の掃除の役割も担っているという説もあるな。面白い呼吸法をしているんだね。古くからうなぎ一式、土壌一式とも言われているように、土壌一式にはうなぎ一式分に匹敵するほどの、高い栄養価が含まれているぜ。土壌って食べれるの？国産の土壌は超高級食材として取り扱われているぜ。東京の柳川鍋なんかは名物料理だぜ。土壌の看板を目印に興味がある方はぜひ食べてみてくれ。すっぽんって食用に養殖されているんじゃないの？今は養殖がほとんどだが、昔は天然だったぜ。現在も一部の地域では野生が生息しているぜ。すっぽんは薄い茶色などをしている体長40センチほどの亀の一種だな。大きな個体では60センチほどの大きさまで成長するそうだぜ。そんなに大きいの？英語ではソフトシェルドタートルと呼ばれているように。すっぽんの甲羅は柔らかいぜ。そのため、すっぽんは他の亀と比較してもかなり体重が軽いそうだ。甲羅って重いんだね。そう言われてみると亀がゆっくり歩くのは甲羅が重いからなのかもね。まず、すっぽんは水中で長く生活することができるというのが特徴的だ。すっぽんがなぜ水中で長く生活できるのかというと、喉の毛細血管が極度に発達しているため、水中に溶けている酸素を体内に取り入れることができるからだそうだ。すごい生態だね。ずっと潜っていられるの？ただし、すっぽんは水中で永遠に生きていられるわけではなく、空気を吸って呼吸もしなければ体内の酸素が足りなくなってしまう。そのため、すっぽんは長い首を生かして、水面から鼻先を水上に出して、シュノーケリングのように息継ぎをして呼吸もしているぜ。そんなに伸びるの？この特徴があるからこそすっぽんは水底で生きていくことができるんだな。また、すっぽんの特徴としてよく噛みつくというイメージもあるな。一度噛みつかれたら雷が鳴るまで離れない、とか聞くよね。本当なの？すっぽんは自己防衛のために、体に触れてきたものに噛みつこうとするが、すっぽんに噛まれても抵抗せずにじっとしていたり、水に戻したりすると話してもらえるそうなので、もしすっぽんに噛まれたら焦らずに対処してくれ。よかった。雷が鳴るまで待たなくていいんだね。続いてはイトミミズだぜ。イトミミズとは体長7から10センチほどの赤色をした水生ミミズの一種だぜ。イトミミズは水の中に生息しているが、その名の通り立派なミミズの仲間だぜ。運命の赤い糸。一般的な畑に住むミミズは土の中に潜って土を耕してくれているが、このイトミミズも水底に潜って畑に住むミミズのような働きをしてくれているぜ。イトミミズは頭部を水底の土の中に潜らせ、土の中の有機物や微生物を食べ、そしてビブを土から出し、糞を水中に排出するぜ。え？まさかのこっちがお尻？イトミミズのこうした働きによって、水中に土の中に含まれている窒素やリンが放出される。これらはプランクトンの栄養分であるため、これによって水中のプランクトンも増加するぜ。プランクトンは水中生物の餌であるので、水中の他の生物も増加していくことになるぜ。イトミミズは水底の有機物や微生物を食べて排泄することで、湖沼の生態系を豊かにしてくれているんだね。さらに、イトミミズは水質の汚染状況等を調べる際に指標となる生物、いわゆる指標生物とされているそうだ。湖沼にイトミミズが生息しているということは、その湖沼の汚濁が少ないことを示すそうだぜ。環境に良い生物なんだね。また、イトミミズは水生生物でありながら、乾燥にも強く水が少ない場所でも生きていけるそうだ。見た目はか弱そうだけど生命力が強いんだね。ちなみに、あまり知られていないがミミズという生物はあの氷河期を乗り越えて、今にまで生きている生物なんだぜ。ミミズの歴史は人間の100倍以上である4億6000万年にまで遡るそうだぜ。
糸ミミズもそんな昔からいた生物を祖先として持つ仲間なんだね。赤払いモリを知っているか？名前から想像するにお腹が赤いイモリかな？水の中の生物なの？そうだぜ。赤払いモリは日本を代表するイモリで、体長は10センチ前後、その名前の通りの赤い腹部が特徴的だぜ。背中は地味な感じなのに、お腹は随分と派手だね。この赤色は自分自身の毒を他の動物に知らせるためのものだぜ。警告色なんだね。強い刺激を受けた場合にはひっくり返ってこの赤色の腹部を見せつけるそうだぜ。え？お腹を見せつけるの？犬とか猫がお腹を見せるのは降参の意味らしいけど、逆なんだね。というか、危険を感じたらひっくり返っている場合じゃなくて早く逃げな。赤払い森の毒はフグが持っているものと同じテトロドトキシンだぜ。テトロドトキシンは飲み込んでしまうと吸収が早いため、30分ほどで手足のしびれなどの症状が出始め、麻痺が進行してしまうと、呼吸麻痺などの症状も現れ致命傷となってしまう。こんな可愛らしいイモリなのにすごい猛毒。触っただけでは中毒症状は引き起こされないが、その手で口や目などは、絶対触らないよう気をつけてくれ。赤払いモリ触ったらまずは手洗いだね。そんな赤払いモリには再生能力が高いという特徴がある。まさか、尻尾が切れてもまた生えるとか？尻尾がちぎれてもまた生えてくることで有名なトカゲでも、尻尾の骨までは再生しないが、この赤払いモリは骨まで完全に再生されるそうだぜ。また、目のレンズなども再生させることができるそうだ。すごい再生力。赤払いモリの再生能力は医学への応用の研究対象ともなっているそうだぜ。それにしても、あまり見たことないけどずっと水底にいるのかな？赤払いモリは水底に住んでおり水面近くに現れることはあまりない。さらに、赤払いモリは今では準絶滅危惧生物に指定されており、野生の姿はあまり確認されなくなっているんだ。なので、野生の赤払いモリを見ることができたらラッキーだな。最後に紹介するのはマリモだぜ。マリモは水底に生息している緑色をした球状の藻だぜ。マリモって北海道にしか生息していないんじゃないの？マリモといえば北海道の阿寒湖が有名だな。ここのマリモは大きなものでは30センチほどにまで成長することもあるそうだ。ちなみに大きな球状体のマリモが群生して生育しているのは阿寒湖だけだが、山梨県にある富士五湖や滋賀県にある琵琶湖などでも見られるぜ。球状体じゃないマリモは本州でも見られるの？でも丸いマリみたいな形の藻だからマリモって言うんじゃないの？実はマリモは一つの玉がマリモの一単位ではなく、マリモの玉を構成するもの繊維一本一本がマリモの一単位なんだぜ。え？あの繊維一本がマリモなの？なので、阿寒湖以外で見られるマリモは玉の集合体を作ることなく、他の種類の藻と同様に岩に張り付いたり小さな塊を形成したりしながら生きているぜ。マリモはオオマリコケムシと同様、小さなマリモがたくさん集まって集合体として生息しているんだ。そしたら一般的によく知られている阿寒湖の丸いマリモはなんであんなにとても綺麗な球状体をしているの？まず丸いマリモが形成されるためには、比較的浅瀬の日光を浴びやすい場所が必要だ。マリモはやっぱり植物だから成長には日光が不可欠なんだね。そして丸くする最大の要因が、強い風だぜ。マリモの生息する地域には強い風が吹き、この風が波に影響し、マリモを転がしてくれるためマリモはどの面もまんべんなく日光を浴びることができ、大きくて綺麗な球状に成長するんだぜ。他にも水温や環境による条件があるな。なるほどね。いろんな条件が重なってあんなに綺麗なマリモに成長するんだね。マリモは国の特別天然記念物にも指定されており、その指定された3月29日はマリモの日とされているぜ。今回の動画は以上だぜ。いかがでしたか？暗くてちょっと怖いイメージがあったけど、知っている生物でも、意外と知らない驚きの生態があったりして面白かったよね。今回紹介したのは故障の本の一部の生物なので、気になったらもっと奥深くまで調べてみてくれ。これを機会に故障の環境保全にも興味を持ってもらえると嬉しいです。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとよろしく頼むぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。